はい、ありがとうございます。よいしょ、よっ、あー、BGM が違う。はい、これかな、違う。はい、配信させていただきます。5月11日、22時から、金徳、今日も配信させてもらいます。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。友太郎さんありがとうございます。緑信号さんありがとうございます。そうです、阪急今津線の、朝のみの、優等列車準急というものなんですけど、はい、活躍しております。ガミオペラさんありがとうございます。東西線通勤快速さんありがとうございます。残念なお知らせが、通達された、今日この頃。なるほど、何があったんですかね。まあコロナが、まあ、最近もずっと、続いてますので、まあ、こういうところで楽しめたらいいですね。はい、というところで、まあ、今日は、阪急さんのお話ではあるんですけど、その前座としてなんかいろいろなんか楽しい話ないかなと思って探ってたんですけど、はい、コロナ絡みの延長、なるほど、了解しました。はい、で、はい、じゃあ次の曲に変えたいと思います。ちょっとね、前座としてお話しさせてもらう、これでこっちがいいか。はい、私ちょっと、まあ、常々こちらの、中国高速鉄道っていう、まあ、中国の新幹線ですね、中国で走っている新幹線をちょっと、いろいろ、取り上げておりまして、あ、まあ、ずっとチェックしておりまして、で、ちょっと面白い話があったので、取り上げさせてもらおうかなと思います。ちょっと、まあ、中国鉄道の、詳しい方から、まあ、いろいろ情報があったので、まあ、私はそれを、こんなんがあったよって喋るだけなんですけど、この方の面白いニュースがですね、まずこれ一つ、北京からハルビンまで4時間半って本当っていう、これ、どこの場所やっていうところなんですけど、これを地図でちょっとお見せしますね。今ここに日本がありますと。で、中国が、こちらにあります。で、北京というのがここにあって、ハルビンっていうのがこちらにあります。これだけの距離。で、この距離、こっからここまでずっと路線で言うと、北京を通って、アルビン島を通って、鎮州を通って、長春を通って、ハルビンの方に向かう。この、ルートなんですけど、ここの、距離、さっき書いてあったと思いますが、約1047キロ。で、この1047キロ、日本で言うと、東京から、小倉ぐらいじゃないかな。北九州、この距離だと思うんですけど、東京から、北九州までの距離。あ、ザカさんありがとうございます。この短絡線を乗るためにモントヤク人からラッシュ時には電車乗ったな。こんにちは、ありがとうございます。で、こっから、北九州までの距離、時速に、それが1040キロ。確か博多まで行くと1100キロ超えちゃうので1040キロになるんですけど、それを北京からハルビンまで4時間台ということで、軽高高
高速線が全線開通しっていうので、もともと、中国高速鉄道が、中国がもともと北京があって、これ邪魔ね、これ中国用の、地図になるんですけど、北京からハルビンまでで、高速鉄道が昔通ってたのが、この大連というこの町、大連というのがもともと日本の、一番、古いところで言うと、その満州国で、満州事変が起こったのがこの辺りなんですけど、満州事件の事件が起こったのがこの辺りだったかなと思うんですけど、満州国といって大連の方から、この鎮州の方までを全部この辺りもともと日本が持ってたんですね。で今は完全にそうではないんですけど、この大連から鎮州を越えて長春を越えて、ハルビンの方まで、ここがもともと新幹線がありましたと。で鎮州から、北京まで、でここは難しいところがあるんですけど、ここ一応の新幹線が通ってた、一応の新幹線っていう言い方をするんですけど、なんちゅうか、時速、新幹線にもね3種類あって、時速200キロで走る新幹線、時速270キロ、260キロぐらいで走る新幹線で、時速360キロで走る新幹線っていうのが3種類あって、でここの開通してた路線が時速260キロ、250キロか260キロで走る新幹線だけがあったんですよね。で、それに関しては、もう新幹線だけじゃなくて、半分その、ちょっと高速貨物のようなものも走ってる。で、だから、新材共用のような路線がずーっとついてたんですけど、この度、開通したのが、鎮州からこっち通って、山側を通る北京のが、時速360キロで、やっと開通したんですよ。というので、北京から鎮州を越えて長春を越えてハルビンまで、でここまでオール、350キロで走れるようになったのかな、実際に350キロで走る列車があるかどうかはわからないんですけど、路盤に関しては350キロで走れる路盤ができたというので、それを走破する列車がありますと。で、北京朝陽っていう、北京の一番メインのターミナルが14時34分に、着いて、ハルビンが19時26分に着くと。で、この、4時間52分の、長旅ができると。で、これ、時刻表見てもらったらすごいんですけど、これなんかあれかな。これでちょっとダウンロードさせてもらいました。でこれを、見てみると、朝陽から、ずーっと列点がずーっと連なって、新陽北まで、それが14時34分に出て、17時19分と、本当に3時間切るような、2時間50分かな、2時間50分ノンストップで、走り切る列車ができましたと、この G901 列車、はい、
中国の本気、まあ、中国の本気と言いますと、まあ、あの南の方になったら、4時間、途中停車駅なしというあの列車もあるんですけど、こちら北側の方も3時間、停車駅なしというのが新たにできましたと。4時間停車駅、なしっていうのはこの南側の方にあるんですけど、この、広州っていう、この香港のちょっと北の広州という大きい、南の町から真ん中の、どこやったかな、武漢、まあ、噂になった武漢、ここまでの、ノンストップ、4時間で、停車駅なしで結ぶ列車があります。そういうのがボコボコあるのが中国高速鉄道の、すごいところですね。はい、で緑信号さん、まだまだ、まだ宝塚始発の準急に乗ったことないな、新川始発はあります。なるほど、これにより上半期の 大規模イベントは終了してしまった。あれかな、ラブライブとかそんな系統かな、ちょっとなんともあれなんですけど、はい、わかりました。はい、はい、で、そのご報告が、面白いのがありますというところですね。それぐらいかな。で、皆さん、新しい、この中国高速鉄道の、時刻表っていうのが2021年春バージョンが出たので、またこれあの皆さん読んで、見てもらったらすごい、もうびっくりするような、情報がいろいろ詰まっておりますので、この、コミケにも出されてるんですけど、まあこの資料が面白いこと、もうこれを見てたら、すぐ時間が過ぎてしまうので、皆さん、ぜひ、ご覧ください。ということで、前座は一応、これで終わりでいいかな。はい、はい、ということで、続きましてこの、本題に入らせてもらいます。ちょっと宝塚線の宝塚線の分だったかな。はい、はい、一旦ちょっと、宝塚駅、阪急宝塚駅の、あれをご確認ください。ちょうど曲も終わったとこやし。
はい、ということで、BGM が、はい、阪急宝塚線の、阪急宝塚線じゃないですね、まあ、今回は今津線ですね、宝塚線と今津線があるんですけど、今回は、今津線の、宝塚駅の、ちょっと、ご紹介させてもらいました。で、ここには基本的に、もう基本的に土日に限っては朝から晩まで西宮北口 と、宝塚を結ぶ列車が、普通列車として走るだけで、朝だけここに準急という列車が走ります。ありますね。で、宝塚のこの駅に来て思ったのが、阪急さんの、いつも思うのが、乗車位置ここなんですよね。ここに貼ら、まあ、一応ここはこう貼ってあるんですけど、なんで駅のところにいつもこの対面のところに貼ってあるんですよね。あれは不思議で思うんですけど、阪急さんのやり方なんですかね。この足元に乗車位置を表さずに向かい側の奥に乗車位置をつけると。でもこうしてしまったら列車が止まった時に見えないと思うんですけどね。それは、あ、プライルさんこんばんは、ありがとうございます。私一番これだけが阪急のダメなとこやと思うんですよね。惜しいところだから、この、入ってきてる準急が止まってしまったら停車、だから乗車位置がわからんくなってしまう。まあここに一応ちょっと展示ブロックが突き出てるのがあるんですけど、わざわざここに看板線とね、ここに置けばいいのになぁとずっと思ってるわけですね。それはすごい思うんですけど、それが梅田はもう最近ここのようになってます。ここに置くように。阪急がダメ、阪急が残ってる。なるほどね。向かいに止まってる電車の扉の位置にこっちの人も並ぶっていう瞬間が。じゃあこっちの方がやっぱ先進的なんですか。そういうこと。昔は日本全国対面に乗車案内を貼ってあった。なるほどね。で、これが、だから、なんちゅうか、金沢とか福井とかになると、上に吊り下げてあったりするじゃないですか。京都もそうですけど、あの形ならまだいいかなと思うんですけど、白線がもっと車両側にあったから、足元にシールを貼るスペースがなかった。ちょっとこれ並べとこう。なるほどね。で、福井とかであれば吊り下げてありますよね、あそこはね。吊り下げてなかった。吊り下げてはないけれども、こうやって張り紙はしてあって、この位置が乗車位置ですと。これ結構雪国仕様かなと思うんですけど、そんなことないかな。福井とかは結構このイメージが強いですね。これは2017年か、吊ってあるイメージ。はい、こうやって、でこの下に列車が止まるというのがありました。宝塚駅に白線が残ってるでしょ。その位置を見てみな。
宝塚駅に白線残ってます？梅田駅じゃなくてですか？梅田駅は白線残ったような気がするんですけど、梅田なんかこの辺りに点線なかったかなと。ちゃうかったかな。それで昔、プラレールさん、それで昔、大垣に乗り換えるときに、2ドアから3ドアに乗り換えるとき大混乱。宝塚駅の白線の跡が残ってて、白線はもっと線路側にあって、黄色の点字ブロックがかなり手前に設置されるようになってスペースができたという感じ。もっとこのキワキワにあったんですね。だからこの、シールよりまだこの内側に線があったようなイメージね。確かそんな感じだった気がする。でもあの JR なんてまだここにあのシール貼ってたりしますからね。結構この位置、今でこそこの位置ですけど、昔は確かこの位置に結構貼ってあったりしてたんで、白線はもっと線路側にあって、であと昔はもっとホームが混んでた。なるほどね。そうそう、扉位置に列車名プラス号車がついた看板を下げるっていうのはあちこち知る。そうですよね。国鉄の主流ってなんかこのイメージがあって、あとは、京都とかも確かそうやったと思うんですけど、京都駅もそうやってぶら下げてたんじゃないかなと。これだから京都はまあね、普通の駅なんで、風がよく、流れるんでこんなにもピラピラなんですけど、福井とかになったら結構しっかりもうここに照明も一緒に、入れ込んで、まあ、高架になって新しくなった駅ですから上に全部吊るような形になって、そこが違うかな。そうか、金徳さん白線の時代を知らないのか。宝塚駅ホームに思いっきり白線の跡があるのに。宝塚線のやつは分からんな、知らんな。それはちょっと私は、はい、まあね、ここ二十歳超えてからこんなとこ訪れたんでね、10代ギリギリ18ぐらいの時はギリギリ訪れたことあるかな。あ、その黒い点々、あ、これか、これですか。なるほどね。これがもともと白線だったと。なるほど。なるほどね。で、これより内側には、置けないでしょと。じゃあ、ここに置くしかないでしょと。で、ここに置いたら、人が踏むから見えないでしょと。でも、JR は多分ここに置いてるんですよね。最近になって、ロゴが小さくなって、こっちになったと思うんですけど、JR はそれでも、このロゴが、ここに置いてるんですよ。どっちがいいかって言われたら何とも言えないんですけど、はいはいはい、おっしゃる通り白線というか白点線だった。そうですね、白点線ですね。はい、わかりました。なるほど了解。なるほど了解。これ JR の話ばっかりになってる。ということで、ホームの際の、ゴムが埋まってるブロックに白点線が埋まってた。なるほど。白点線、白点線。で、まあ、阪急の車両というのは、このような木目調の、車両でして、これが一番最新型かな。確か1000系やったと思うんですけど、9000系の後、1万系が出ずに1000系が出たんですね。これ確か1000系の車両だと思って、相当綺麗ですけど、この車両も結構光ってますね。やっぱりそれは阪急さんの、ご自慢のところかなと思いますね。これ重装か、重装ですね。はい、まあ、そんなことしててもあれなので、もう30分になりましたので、今から40分ぐらいの、動画になるかと思いますけど、ご覧ください。
それのあれは難しいですね。ちょっと、私は二棚に釣って、二棚からの利用させてもらったみたいなんですけど、音量大丈夫でしょうか。もうちょっと上げた方がいい。多分上げた方がいいやろな。阪急は、左側に宝塚線で、はい、ちょっと音量上げました。右側に、岩津線が走っています。でこの辺り、高架がちょっとだけ進んで、その後は、橋を渡って地平に。釣り川、網棚、ひじかけが分離しているのも阪急の電車。で、宝塚南口駅というのが、宝塚、歌劇団の、最寄り駅。最寄り駅って言ったらそうでもないけど、宝塚歌劇は一応かしら、どっちやったっけ。宝塚歌劇は宝塚駅でしたっけ。どっちやったっけ。宝塚南口っていうのは、でも宝塚南口が最寄りっていう書き方するときもあるんですけど、あれどっちかな。一応橋は渡らないんですよね。橋の手前のところが宝塚大劇場があるので、ちょっとそれは微妙なところなんですけど、ブラタモリでやってた。なるほど。国鉄は101系あたりからこれに統合してしまった。なるほど。釣り革、網棚、ひじかけが分離、かけが分離っていうのがちょっとわからないかな。それがわからないかな。どうすればいいかな。もうここから、宝塚南口から、ほとんどずっとまっすぐ、まあ、ちょっと、高等園の前で、上がるんですけど、結構まっすぐな路線で、建設されております。そこがすごいですね。で、この、阪急の、今津線っていうのは、まあ、一時期、映画阪急電車っていうので、ご紹介もされた路線で、まあ、それを、地上波でも放送されたり、実際映画館でも放送されたりして、まあ、キャストも結構豪華な方が、いろいろ出はったんかな。で、まあ、今でよく言われるのが、まあ、芦田愛菜ちゃんとかが、ここで結構子役で活躍してたので、有名なところかなと。で、朝なのでめっちゃ、お客さんがいらっしゃいます。
そうです、地形的には結構アップダウンがあって、それこそまあちょっとね、プラレールさんがいつもおっしゃってるように、駅間が下がって駅が上がるっていうのも、ここも生地その傾向がないことない気がするんですよね。若干上がってるような気がするんですね、駅のところは。まあでもそもそも地形的にずっと宝塚が上り勾配でずっと上っ、だから宝塚から西宮北口にはずっと下りで行ってるような感じではあるんですけど、で小林とかが、結構学校があったりします。小林の次が、あ、そうか、坂瀬川にも学校があったり、ユースト界隈で懐かしい小林、これ小林駅ではありません、小林です。変換でちゃんと小林って出て、おおって思います。あれはすごいと思った。ユースト界隈でも懐かしい。次は仁川なんですけど、仁川駅に、駅の、すぐのところに JRA 阪神競馬場がありまして、宝塚記念ってよく言われるのがここでやっておりまして、でそのための臨時があるんですね。で、それによって、臨時停車場、留置場があります。臨時の、乗降ホームもあります。それを今からご堪能、ご確認ください、はい。ここから、線路が分岐されてブロックがあって、でここにホーム、列車が止められると。でここが臨時用の、乗車ホームかな、終わった後に乗り込むためのホームかな、ちょっと乗車か降車かちょっとわからないんですけど、臨時ホームがありまして、でこっちが、ただでも臨時ホームにしたらあれ狭すぎるんですよね、あれどうなんかなと思いながら。小林から配信してるたこ焼きさんだっけ、 あったんだよ、有名な。なるほど、仁川です。で仁川があって、出口は左側です。よくまあ私が、なんていうか、ちょっとね、仁川に、仁川の近くに住んでた人がいて、まあ、その人にまあふざけてというかあれなんですけど、韓国にも行けるねみたいな話でよく言ってたんですけど、韓国のインチョン空港っていうのが、ハブ空港だから成田ぐらい大きい空港があるんですけど、あれの、日本語表記がインチョンと書いて、仁川の漢字でインチョンとか読むんですね。なので、本当に、それでちょっと、まあ、茶化してたというか、そんなんはありましたね。はい、次は、江東園。江東園です。仁川と書いてインチョンと読みます。インチョン空港です。韓国の一番大きいハブ空港。で、さっきの、すみません、ちょっとだけ戻させてもらっていいですか。江東園。江東園です。ここのね、オーバーが結構味出してるんですね。この辺りの石垣。これがだから建設の時のままのんかなーっていうのが、この辺りが、
結構好きな感じで、だから結構昔の昭和のままの設備が残ってるのがいいですね。だから線路改良も全然してないんやろなっていうのが感じれるんですね。下り坂は流し運転、そうですね。で、乗降客が多いんで、読めないんで、結構、ダイヤは緩く作ってあります。で、乗降客が多いにもかかわらず、このコロナ禍で、あんまり、乗降客に時間が取らなくなってしまったので、結構開くんですよね。で、運転が、だいぶ緩やかになると。そう、だから、もっと、加速と減速が、早く運転してたと思うんですけど、余裕時分がなり、なおかつ乗降客数が少なくてコロナ禍になってるので、それで余計に時間が余ってきてるから余計に流し運転するんじゃないかなっていうのは思う。あ、ダダさんこんばんは、ありがとうございます。河川中も古いのが残ってるそうです。小林駅は小林精神女学院、ありがとうございます。坂瀬川からバスで高校に向かう人が多いです。なるほど。坂瀬川は確かに学生が多いです。で、新幹線の下をさっき越えました。行ってなかった。高等園から、すみません、じゃあちょっとだけ向かいます。このね、ここの、すみません、高等園に戻りました。高等園の、ここの、この桁が、このもう一個向こうやったかな？もう一個向こうの桁が、それこそ阪神淡路大震災で悲惨になったような場所でした。もう阪急のギリギリの、場所ぐらいやったかな。で結構落ちて、で阪急のこの辺りも結構河川柱がボキボキ折れた、大きな被害があった場所です。ここが次が門戸薬人、門戸薬人です。あ、さっきの仁川の、臨時ホームは降車専用、ありがとうございます。降車専用なのに、あの細さが、降車専用なのに、あの細さ、だからこの辺りも結構被害受けてるんですよね、全体的に。私これモント薬人と呼んでたんですけど、モンド薬人みたいですね。変換で出ないなと思ってたら、モンド神社があったんです。モンドセレクション、モンド薬人。東光寺、東光寺というお寺があって、それが門戸薬人というのが祀られてるのかな。ご注意ください。はい。で、次は、西宮北口駅になるんですけど、ほら、目の前にも一組。はい、あります。旧河川中ですかね。でここから面白いんですけど、まっすぐ行くと西宮北口の、停車、乗降ホームがありますとなってるんですけど、今深口です。伊丹方面を乗り換えください。次はそうならず塚口になります。
で私感染症対策これちょっと驚いたんですけど、換気のため一部の窓は開けています、はい、またマスク着用などの咳エチケットや会話は控えめにすることへのご協力をお願いします。ここから分岐があるんですけど、な確かね定位やったんじゃないかな、範囲じゃなくて範囲の方がまっすぐ、突っ切るで、この交差用ホームやったと思います。これ定位が曲がる側じゃなかったかな、ちょっと逆やったらあれなんですけど、よかったかな、あこれはちゃうんか、全然範囲ですね、すいません、なんか違う、あっちとも間違えてんのかな、これは全然範囲ですね、定位はまっすぐですね。で左側に、入って、西宮北口、で昔はここにホームを作ろうと頑張ったんですけど、どうもこの急カーブの中で、ホームを作ろうとすると、ステップが離れすぎて、ホームから人が落ちるというような安全上の問題がありまして、それでどうしてもそこが、取れなくなったということで、はい、で、今ここからで止まったら止まった時に、ちょうど特急列車が通過して、発車していくと。でこの特急列車を見送った後、後追いでこの準急が、発車していく感じですね。で準急は特急と違って、塚口だけは停車するので、まあ、追いつかないというところですね。ここを別線扱いにしたがためにわざわざ乗ったそうですね。朝のため、朝確か5本ぐらいあったかな、5、6本あったと思うんですけど、これカットせずか、カットしない方がいいですね、まあ、お待たせいたしました、電車が動きます、ご注意ください。で昔ここがプラリオさんがおっしゃってたように、ダイヤモンドクロスがあって、ここにもともとホームがあったと感じですね。ホームがもともとこの辺りにざーっとあった感じです。で、その先に、車庫があったと。というところ。で、この、ポイントも、結構変わったポイントが、これ何やったかな？名前忘れたな。シングルスリップとかダブルスリップって言うんでしたっけ、のポイントやったかな、まあ、特殊なポイントが、1435だから結構作れるんですよね。 JR ではまずあれを作らない、私鉄ならではの設備やなと思います。ダブルスリップですね、ダブルスリップですね。でここからもうずーっと直線で塚口へ向かいます。その他の後でちょっとカーブありますけど、その他のカーブ以外はほぼ本当にまっすぐで向けます。でもともとこの辺りぐらいに一個駅をちょうどここね、ちょうどこの橋のところがポコッと分かれてるんですけど、ここに1個駅を作るっていう予定がずーっとあるんですけど、なかなか叶わず作れておりません。
ところが JR 新宿にダブルスリップがありました。あ、なるほど。中央快速が毎回ガクッと入れてた。へー、中央線八王子駅もダブルスリップがあった。そうなんですよね。あのこのね1435でダブルスリップとかシングルスリップ入れるのはそんなに問題ないんですけど、1067で入れるとあのメンテが結構大変って聞くんですよね。それがだからよっぽどのとこじゃないと JR は使わなくて、もともと使ってたところもできるだけ避けようとなくそうとあの線路改良をします。だから新宿はどうしても入らんかったんですね。なるほど。そうなんで、向こうの層通過でここにゆっくり入るということはもしやあれ特急じゃなくて通勤特急、通勤特急は確か通勤特急が塚口停車でしたかね。そのためにここの徐行が入っているのかな。阪急神戸線確か区別窓を多分通勤特急が入ってるからさっきの徐行があったんですね。標準機だと取り回しがいいのが路面電車っぽい感じ。そうですね、だから標準機だと思うんですもん。本当にこのね、この線路の4本の線路がほぼ等間隔に並ぶと、どっちが線路でどっちが線管かわからんっていうぐらいの幅なんですよね。これが JR になるともう明らかにここの方が狭いので、うん、だから私鉄ならではやなと思います。塚口から伊丹方面もあるんですけど、ここもまあまあホームが広いので、ホームというかカーブがきついので、カーブ上に列車が止まってホームとの離れが広くてそこに落ちそうなことになります。で、前にも確かご紹介させてもらったと思うんですけど、ここの分岐がなかなかレアと。この分岐中にここの分岐が入ると、こんなところに交点が、線路の間に交点があるというのはなかなか珍しい形だと思います。で、次は重曹ですね。園田は通過、神崎川も通過です。ちょうどのところで、入ってると。はい、ここから結構高架が続きます。昔踏切でもあったな、その変速分岐のところ。あ、そうなんですね。あ、一回降りるのか。高架ばっかりじゃなかった。一回降りて踏切があった。で、この後新幹線の下を通る。まあ朝なので本当に本数が多いです。
宝塚線の、神戸線の、普通と、通勤急行と、通勤特急が、3本が交互に走ると。12、3分サイクルで3本が走るという感じですね。昔は伊丹からの直通もあったかなと思うんですけども、伊丹線は完全に直通なくなりましたからね。はい、新幹線の下、こう、くぐります。いや、踏切があって場所が限られるから、ああいう変則分岐器を設けたとしか考えられない。まあ、いや、そうですね。で、あそこは高架もあるんで、特にそういう感じですね。でもまあ、にしても、渡り分岐器をあの位置に入れなあかんのかなっていうのはちょっと謎ですけど、渡り分岐器が、はもうちょっと奥でも入れようと思えば入れれる気がするんですけど、あの位置に変則の分岐器を入れる必要、メリットがどうも感じられないですが、ここから緩くなったのは前が使えてんのかな。前特急ですよね。特急が使えるっていうことは重曹の前で使え、重曹の前でいろいろ使えてるんかな。普通が走ってて特急、通勤特急が走ってその後ろを準急が走ってるからかな。この辺りから緩くなった。はい。で、今超えたのが、JR の、ちゃうわ。これは、名神高速か。名神高速を超えたのか。名神高速を超えました。で、川を渡って、で、今度は阪神高速を超える。この辺りの景色は多分昔からずーっと変わってないですね。下町感も結構あって。で、阪急も結構新車がどんどん増えてきて、京都線系統はそうでもないんですけど、神戸線、宝塚線はやっぱり線系、急線系が結構幅を利かせてきました。そうですね、今黄色になってきたんで、だからみんな重曹でとも使えるんですね。黄色で青で、だからどうせ次行ってもすぐどっかで使えるんでっていうところですね。信号が青だからあえてゆっくり走って重曹に止まらないように、たまらないようにしてる。だから多分重曹に普通電車がいるんですよね。重曹に普通電車がいて、その後に特急がいて、でその後に準急がいるからっていうところで、渋沢、後藤、根津、小林、利子、こういう感じ。なるほどね。ちょっとそのあたりは読んだかもしれないですけど頭に残ってないです。そんな気はします。で、神崎川を渡りますと、で、確かね、この神崎川のね、この橋梁も、道路側ってこんなに盛り上がってるじゃないですか。多分ね、この位置ね、アウトなんですよね。将来書き換えなあかん橋梁な、だったはずです、こいつ。ただ、ここに、神崎川駅が、これだけ低い位置に、しかも、駅としてできてるので、
簡単にはこれ付け替えできないんですけど、確か、まあ、津波とかの影響で、出るかな？はい、すいません。なんとか戻ったかな。はい。ちょっとツイキャスの調子が悪かったかもしれないですね。そんなんともあれなんですけど。はい。はい、ありがとうございます、皆さん。私何もしてないけど、多分ツイキャスの方がちょっとよろしくなかったのかな。はい、ちょっとそういうトラブルもありつつ、はい、配信見ていただいてありがとうございます。で、今のところは確か下が、東海道貨物、だから、北方貨物船がさっきのとこ通ってるのかな。それを越えて、で、もうすぐしたら、重曹駅になると。で、重曹の神戸線についてはまだ、ホームドアというのがついてないんですけど、宝塚線には完全につきまして、京都線も片側についたと。これからだから神戸線系統にも、ちょっとずつついていくんじゃないかな。皆さんありがとうございます。8名の方、で、重曹も高架にする話があるんですけど、これ高架無理やろというのはなかなか思うんですけど。で、ここ左側に、こちらホームドアはついてるのがちょっと確認できるかな。で、神戸線系統は10両まで、止まれるようになっているので、ホームがまだ2両分。で、朝ラッシュは、通勤特急とかは10両編成で運転されるという形です。宝塚線はね、どうもね、朝から晩まで8両なんですよね。神戸と京都は、朝と晩は10両運転する話、形みたいなんですけど、宝塚線は多分朝から晩まで増結ってない、じゃないかなと。ちょっと私細かいとこ知らないんですけど、どうもそんな感じが、多分ホームも8両分しかないなっていうのが思ったんです。はい。で、左手に通勤特急の京都線系統が走ってんのかな、並走で。こいつがで、こいつは特急で帰る。こいつはちょっと、あ、じゃあ、回送や。回送ですね。回送やから、あ、今、この回送で走ってる列車は、多分、これと同じ準急の列車です。準急の列車、さっき6両で走ってたはずなので、準急の列車は、宝塚から西宮北口越えて、梅田まで行って、梅田の後は回送で帰ります。それが1日5本あるので、もう朝からその役目を終えたら、その列車は、西宮北口の車庫に止まって終わると。淡路の降下も一体いつになるのやと思ってたけど、始まるの早いから重曹も土地の三段がついたらあっという間に降下やるのじゃないかな。にしても、やり始めてからもう10年かかってますけど、まだ全然ですよ、淡路は。はい。で、今からここの細い、ホーム、中津駅の細いホームを、通過していきます。ベンチすら、つけられない中津駅。ギリギリ背もたれのようなものだけ若干つけれてますけど、もうそれぐらいです。
ここにあのこのトラス橋があるがゆえ余計に無理なんです。でこの下が梅田貨物、北梅田に行くあの JR の線路があって本当キチキチなんですよね、この中津駅っていうのは。今日こんなとこ駅作ったなって思うんですけど、9名の皆さんありがとうございます。もう、メインどころは、終わってしまったんですけど、もう一回あそこの、短絡のところだけでももう一回見たいなと個人的に思ったりします。ちょっとまた戻したりなんやしながら見ていきます。でいつもここが詰まるんです。ちょうど並びで、神戸と宝塚が、並びで走ってきます。でこいつが出たらすぐ入ると、もうそこまでずっと団子状態の運転になってる。だから阪急のこの信号システムってなかなかすごいと思うんですよね。もうでそれを、ちょっと確認できる動画があるかなと思うんですけど、今ちょっとこれから用意させてもらいます。並走の醍醐味ですね。電車をご利用いただきましてありがとうございました。大阪梅田終点です。阪神線、地下鉄線、 JR 線はお乗り換えください。出口は左側です。車内にお忘れ物ないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。大阪梅田終点です。梅田じゃなくて大阪梅田になっています。はい、で終わりました。でこれのあとちょっと私が遊びでずっと動画を撮ってた。お待たせしました。3号線準急京都河原町行き、ただいま発車します。宝塚じゃあこれは京都か、京都線のところでずっと梅田駅を、撮っておりました。梅田駅を地下に埋めて地下鉄と直通とかしないで本当に良かったわ。だからね、まあ一言で言うとその大阪は大阪で第三機場で作ってしまったのもあったし、で、ね、あの私鉄は私鉄でっていうのがあの強かったので、それが大きいんじゃないですかね。お互いあの相手のことを考えずに自分の、ことをしたがゆえターミナルが残った。ただいま発車します。だからあのいつもよく言うのが、中川家の礼二さんがあの日本中の駅アナウンスを、真似するのが好きなんですけど、この阪急の、列車接近アナウンスだけはどうも真似できんと、あのお上品な、真似はどうしようもね、あの私は、下町の人間やからそういうネタはできるけど、そういうお上品なのは私には無理やみたいなことは言ってらっしゃいます。でこいつが出ていったと思えば、
皆様、まもなく3号線に入ってくるんですね。電車が到着します。向こう行ったなと思ったらもう入ってくるというぐらいの感覚で、ただいま3号線に到着の電車は各駅停車京都河原町行きです。ご乗車の際足元にご注意ください。これを眺めてるだけでもあった。でこの、京都線系統だけ、なぜか7両編成があるんですね。その7両がある理由としては、もともと京阪仕様でされてるんで、京阪が7両だったがゆえ阪急も7両で車庫が作ってある。で、今のところ8両にしたいけれども、桂の車両基地とか庄尺の車両基地がどうもあそこは7両じゃないと用地が取れないで、逆側に伸ばすにもカーブがキチキチで、7両を8両にできないっていうので、どうしても7両が残るらしい。だから京都線だけ7両系統があるっていうのはもう完全に京阪の仕様が名残残ってるから。でそれを、新車で8両にしようとしても今のところやっぱりできないそうです。2号線快速急行京都河原町行き、ただいま発車します。だから京都だけどうしても残るんですね、このボロが。ボロ車両が7両だけ残ってるんです。新車の7両っていうのはどうしても作りたくないそうで、そうなんです、そうなんです。新京阪の亡霊が今もそうなんです。だからここ揃わないでしょ。ここずーっと他のところは8両と10両で向こうまで揃うんですけど、ここだけ7両なんて揃わない。で快速急行、これ急行。ずっと向こうまで列車が、神戸線系統は特に3ホームずっと連続で使ってるので、そうしないとダイヤが組めないんですよね、神戸線系統は。なのでずっと、端っこのところまで連なって見えるのは分かります。7、8、9は常に列車が埋まっているような感じです。また行ったらちょっと入ってください。これで屋根がドームだったら言うことない。あ、そうなんですか。屋根ドームの方がいいですか。あ、そうですか。これは分からんな。7
橋54分発快速急行京都河原町行きです。終点京都河原町へはこの列車が先の到着です。扉が開きます。まだしばらくお待ちください。まあちょっとね、なんか感覚で言うと室内プールの感じがするの、ちょっとこう私だけですかね。室内プール感があるんですわからんかな。昭和に建てられた室内プールってこんな感じかな。3号線各駅停車京都河原町行き、ただいま発車しますっていう、ザカさん、新京阪の名残は車体幅も神保線と違うし、線路戸籍は京阪、本線は重曹京都河原町で、大阪梅田重曹は宝塚線の福福線。そうですね、屋根がドームだと上に空間ができて圧迫感が少ない。だから、JR の駅って結構あの幕屋根のやつが多かったりするんですかね、今の最近。そうか、私鉄のターミナルがドーム屋根だったのは西鉄福岡以来。そうかな、分からん。でここに見たらこの、分岐器が動くよし、今ちょうど動いた。まあこっちですね。そこから分岐が多分動く。こういうのをずっと観察してます。ああジューッと動きます。本当に目を凝らしとかんとわからんです。もう一回いきます。ここからシュッと、やっぱ1435の分岐器は圧巻です。それは思います。ドームっぽいし、東急蒲田はドームっぽいし、車両が短いのでなんかいい感じ。ちょっとそっち行こうかな。これも皆さん飽きてきたかな。おっしゃるのはなんとなくわかります。なんか東急さんのいい味出してるっていうのはこれ。東急蒲田感じですね。幕屋根っていうほどでも、東急渋谷地上、これの方がやっぱりって感じはあります。かまぼこ屋根、やっぱり後藤さんもいいのを作りますね。まあ、後藤さんが考えられたかどうかはちょっと定かではないんで、
これは普通に、ね、あの真ん中センターからもやるだけやからかな。でもホーム幅広いな、阪急より広いんじゃないかな。てかここでこんだけ広いホーム幅が作れたのに、東急の、渋谷のホーム幅って渋谷の、地上のホーム幅ってなんであんな狭かったんですかね。こっちとか、まあ、こっちはそうでもなかったのか。でもあんまり東急の渋谷のホーム幅が広いイメージないんですけど、僕も行ったんですけど、西鉄福岡、はい、福岡天神、これだってちあれじゃないか、このイメージしかないんですけど、福岡昔昔こんなんやったんですか。ありがとうございます。福岡天神、だからこのイメージしかないんですよ僕。あのなんちゅうかビルの中に、ビルの中でしたっけに突っ込んでるイメージしかないんで、このイメージしかないんですけど、そんなん知らんな。阪急は地図で申しますと、宝塚駅からこうずっと高瀬川、小林、二川、江東へ門戸薬人を越えて、西宮北口でずっギュッとここを曲がって、このカーブですね、ここのカーブをギュッと曲がって行きましたというところなんですけど、このギュッと曲がるカーブが、まあここの画線にしてももう本当に間隔が短く作ってあるんです。それだけ横に引っ張る力を強くしないとパンタから外れちゃうぐらいの。もギリギリで釣ってたりするし、ギチギチの設備でここのカーブを作りました。航空で見てもこの通りです。まあこのカーブはきついのがよくわかります。でなんならまあほぼ直角なんですけど、若干直角じゃなくて90度以上に100度ぐらいのカーブになるぐらいのカーブがあるので余計にひどいという感じです。で宝塚側に行くのがあるのと、こっち側に神戸から、この
今津南線に、木分岐があります。ここもギュッと曲がるんですね、この線路。ここは本当に定期列車ないんでサビサビやと思うんですけど、ここもギュッと曲がる線路がありますね。はい、でもに高架なんですけど、こいつがあるがゆえこの、踏切がどうしても取れない。ここまでズドンと突っ切ってここでギュッと曲がるという、なんかあの蒲田の、半地平時代を思い浮かべるような感じです。片線だけ高架になって片線だけ地平になった蒲田を彷彿とされるさせるようなこの構造。西宮北口をずっと眺める、ウォッチングするだけでも相当楽しいです。で、上は上で単線で作ってある。で、こっちは完全にホームが3両4両かでも、3両編成の列車が行ったり来たりするだけで、一応ここを、突っ切る予定がもともとあって、でこの線をずっと伸ばしたらこっちにつないでこっちの地平に下ろせるように作ってあったんですけど、この辺り増築したりとかなんちゃらしてこれが叶わなくなってしまった。もともとここのルートがあったんですけど、ここもなんかこれ削れるんじゃなかったかな。この辺りまでなんかやろうと思えば削れてて、でここは突っ切ろうと思えば突っ切れる予定があったんです。ただし上もこの辺り単線でしか考えてなかったんじゃないですか。もともと伏線用に高架をずっと作る予定は鼻からなかったと思います。伏線に作るならこの三階効果を作るしかないし、そんなところは多分今の強度計算上これは見てないだったはずです。という西宮北口のややこしいです。ということで、この、阪急の、列車のご紹介をさせていただいたんですが、もう一回さっきちょっと仁川だけ、もう一回見させてもらっていいですか。仁川の降車ホームをちょっともう一回私は。トラレルさんが降車線用とおっしゃってたような場所が、で、ここですね。このホームは降車線用です。ブロックがあって、このキッチキチの降車専用のホームがあります。でもこれ、ここに架線柱あったら、人避ける場所ないですけどね、これ、ほんまに。とはだいぶ思いましたけど。よう、これでホームって言えるなっていうぐらいの狭い設備かなと。で、この改札も本当にね、2列ですよね。3列作れない幅ですよね、これね。どう考えてもね。
短絡戦ですね。そうだから二重効果なんて無理でしょって思うんですけどね、やっぱりね。だからそこまでいじらんかったっていうのが大きいところかな。さすがにそこまでいじれんでしょっていうのがきたかと思います。どうしてもどこや、私のあれが見つかんない。予定のやつが1個あったのに、おかしいな。お待たせいたしました。ないっすね、電車が動きます、ご注意ください。はい、ないです。はい、というこのカーブで、ここのポイントに関しても、まあもう、ここもあれですよね。だから変速分岐器が入ってるとか。で、この先にシングルスリップ。で、こちら側にはダブルスリップ。シングルとダブルどう違うのかと、ご存じない方に説明させてもらうと、シングルスリップというのは、今こっちから線路が入ってきたのがまっすぐ行きますと。で、こっちから線路が入ってきたのがまっすぐ行きますと。で、こっちから来たやつが、この分岐器に、この斜めのキュッてなってる、このキュッてなってるのによって、こっからこう入るんですよね。こっち側からこうは入れるんですけど、こっちの線路はこっちに来れない。こっちのところがキュッと入ってないから。で、ダブルスリップについては、これとほぼ同じような形じゃない。これはだから、左側だけにキュッと2箇所なってて、こっち側にはないと。で、これが両側にあるのが、これでダブルスリップ。これはこの線路がまっすぐ行く。この線路がまっすぐ行くのと、この線路がギュッと曲がる。この線路がギュッと曲がるという、この4方向。X の形で、数学記号の X になるような形で4方向に行けるのがこのダブルスリップ。これが貴重なんですね。だから、阪神の尼崎とかにもあったんかな？シングルスリップはそこそこあるんですけど、ダブルスリップはもう本当に少ないです。メンテが非常に難しくなるので。だからそう考えたら、阪急の西宮車庫っていうのは非常に大きいですね。阪急の、京都線系統についてはこの西宮車庫しか確かなかったはずなので、ここがどうしても大きくなるっていうのはあると思います。はい、よいしょ、どこや、よ、ここですね。これだけの大きい、やっぱ大きいですね。これまたちょっと取材したいけどな。にしても幅が大きすぎるかな。8両編成が、これが何でしたっけ、テンダ。
あの縦列駐車ができるぐらいの大きい、設備になっていると。でそれだけじゃなくて、ここに見えてるように4両編成の、4両なんで多分、伊丹線系統だと思うんですけど、伊丹線系統の4両があるとか、あとは高等園系統の3両があるとか、これが2両が増結ですね、これが高等園の3両かなとかいうのが全部ここに集約できると。でここでメンテできるというのが大きいですね。あ、大和西大、あ、そう、大和西大寺は、で私ちょっと最近、まあ、動画しながら喋る、最近ちょっといろいろハマってるのがありまして、まあ僕は、まあ、あんまり外は出てなかったんですけど、まあ、皆さん通勤が、基本的に少なくなっているので、この今年のカレンダーっていうのは特に、ゴールデンウィークに関しては、11連休の方もいらっしゃったと。29日が、祝日で30日だけ休みやったんで、あ、30日だけ平日やったんで、私30日をこの、有給じゃないな、あれは、フリ休か、フリ休で入れて、この30日を朝から平日限定の列車取りに行ったりとかで、まあ、5月6日に関しても平日だったんですけど、まあ、6、7も、皆さん出勤されてない方もいらっしゃったんで、そこそこ空いてたと。だから空いてる時にこういうカメラを、向けて撮るっていうのが結構やりやすいので、だからわざわざこのゴールデンウィークを狙って朝限定の種別をちょっとここ最近取りに行ったりしました。まあ、簡単に挙げると、阪神電車の、区間特急で、あとは京阪電車の、通勤会議とか、その辺り、また阪神の、区間特急みたいな、その辺りを、まあ、他の方々とちょっと差別化するために、そういう列車を、取っていって、まあ、こういう列車はこういう対比、朝のみの種別なので、こういう対比をするんだよっていうのが分かるかなと。停車駅もちょっと特殊なんで、ね、それが見れたら楽しいかなと思います。まあ、その他にもちょっと田舎の方に行ってる田舎用の、路線もあるので、そういうのも、ぼちぼち上げていってるような感じです。はい、それが来たのと、あとは、重曹のを、上げたりとかいうような感じでございます。はい、ちょっと今日は、いつもより安い方が少なかったかもしれない。はい、皆さん、お知らせある方、どうぞよろしくお願いします。阪神の区間特急の、動画も公開しようかなと。20何分で終わってますもんね、あれ。時間が短いから。2ヶ月始発で、
梅田着なので、まあ、途中停車もあるんですけど30分切るぐらいの動画なんで、それを2時間で引き伸ばすどうしようかなと思ってて、だからそれ以外にもう1本2本動画がいけるかなと思いつつ、だからちょっと出し渋りをしながら考えてます。ちょっとそれはだから京阪の、通勤回帰は1本で、1時間ぐらいの、ものが取れるので、ちょっとそのあたりはしますけど、でこれが、まあ、ちょっとこれが、2倍速で、まあ、列車の、往来を、そうですね、阪急はやっぱり面白い。だからあんまり僕はそのね、乗馬さんなんていろいろ調べられて、パワポをいろいろ作って、こつ配信されるんですけど、僕まだそこがちょっとなかなか、喋ろうと思えば喋れるんですけど、それをパワポにしてするってなると、なかなか時間が取れないっていうのもあって、ね、オープニングもなかなか取れてない状態、オープニングも新しいのに変えなあかんと思いながら、なかなかできてない状態で、全部が後回しになってる状態がちょっと申し訳ないなと思います。はい、ザカさんありがとうございます。5月15日22時から小田急小田原線の風景ありがとうございます。プラレールさん、配信お休みしますと。はい、6月また楽しみにしております。で、確か、プラレールさんがトラ、おー、バイソンプラレールさんが撮られてた、昔確か、配信として撮られたホテルってこのホテルなんじゃないかな。このホテルから、トレインビューが見れるみたいな話があったかと思うんですけど、ここかなと。で、今行ったかと思えばもうすぐ入ってる、まあ、2倍速ではあるんですけど、それにしてもそうですね、常磐さんですね、常磐さんがそこをしてはったかなと思います。でまた、まあ、私今日の前座で、まあ、プラレーさんとかいらっしゃらなかったと思うんですけど、中国高速鉄道の、話がいろいろあったので、またそれを説明したいなと思いつつ、それのパワポ作るのなかなか難しいなと思ってて、で新しい、時刻表が出たそうなんで、それは絶対購入して、でそれから分かったことをなんか皆さんに報告できればなと思っております。またそれはなんとか大感謝祭ぐらいでさせてもらいたいなと思います。通常の配信は基本的に、まあタッチさんに近いような感じなんですけど、私も、まあ全面展望動画で、流す感じが基本になるかなと、まあ、皆さんとちょっと差別化を図るために田舎の線区に行ったりとか、あとはその、通勤系のところをしたりとか、ちょっとそういうところでやっていこうかなと考えています。お知らせも、以上と、なるそうなので、この辺りで、エンディングとさせてもらいます。ありがとうございました。はい、それでは、どれやったかな、どれやったかな、はい、ありがとうございます。また来週は、私ちょっと配信はできないかと思うんですけど、再来週また、応援させていただきたいと思います。それでは、金徳でした。ありがとうございます。
人に生きてきたわけじゃないけど君に出会って私初めて変われる気がしたよ。และหวังว่าจะยิ่งว่าการรถไฟจากสุราษฎร์จะมีการขอบคุณท่าน